PM-84 グラウベリットは、ポーランドのファブルイカ・ブローニュ宙肉が PM-63 ロックの後継として開発した短期間銃である。ここでは、その派生型についても扱う。PM-84 は、全体の形状が宇治に酷似している上、内部の構造もレシーバー内にテレスコーピングボルトを配置する方式をとっているほか 連射方式の選択についても、手動セーフティーと一体化した、セレクターレバーで選択する方式をとっているなど、PM-63 ロックで採用されていた、革新的な機構から、より堅実な機構への回帰が行われている。さらには、重工付近で激しく動く部品がなくなったことに、伴い、サプレッサーを装着することも可能となった。ただし、 最大長まで延伸したら、少し下向きに調整可能な伸縮式の重症や、下方に展開して垂直フォアグリップとすることが可能な、全部ハンドガードなど、PM-63 に採用されていた要素も受け継いでいる。弾薬については、初期の PM-84 のみが9 x 1 8ト、mm、ルマカロフ弾を用い、後述の PM-84P 以降の、 改良型は QX19mm パラベラム弾を用いる。PM-84 とその派生型はポーランド軍の軍隊と警察に正式採用されたほか輸出も行われている。ありがとうございます。